ワンツースリー！1> 1, 2, 捨てればゴミ、分ければ資源、素材にするなら宝物、謝りゃ。

こちらまずはね、えー、とジュースの入っていた箱ですね、まあ、大きめの段ボール箱こちらを用意してくださいはいそれからですねストローですね今回は2種類用意してくださいちょっとね、えー、太いものと細いものこういう感じでね中に入れて使いますのでちょっとね太さの違うものを、えー、1本ずつ用意してくださいはいそして厚紙ですねこちら、えー、とコースに使いますのでちょっとね多めに用意してください厚紙ですね はいえー、次はですね、段ボールの板でこれがですね、えーと、ベースになる部分なので A4 サイズっていうですね、まあ、皆さんが学校で使っているノートとかですね、それより、えー、ちょっと大きいものを用意してくださいこれはね、ちょっと大きすぎる感じもしますけども、まあ、A4 サイズより大きいものを1枚段ボールですね用意してください、はい、そして、ね、これはあってもなくてもいいんですけども水の入ったペットボトルですね こちおもしとして使いますので、まあ、2L のものでもいいんですけども、まあ、あの1本あると、まあ、より作りやすくなるかなと思いますすいません1つですね肝心なものを忘れてましたえっ、ー、と遊ぶための玉ですね玉になるものまあ BB 弾だとさすがにちっちゃいんでえっ、ー、とビー玉のちっちゃいやつとかこういうね、えー、と手芸用のビーズなんかがですねちょっと軽くて、えー、丈夫なのでいいんじゃないかなと思います はい今回の道具はこちらまずはいつもの通りですねハサミとそれからカッターえ貼り付けるためのセロハンテープガムテープで今回は両面テープもねあると便利ですでそれから消しゴム鉛筆マーカーこれはね、えー、と印をつけるためのものです はい、それから、えー、と画と画うですねこちらを用意してくださいそして、えー、色ペンですね色ペンとか、えー、色画用紙とか飾り,飾り付けのためのものがあれば、えー、何でも OK ですすいません、えー、と道具ですねあとこういう長い定規ですね今回段ボール箱を使いますので3 0ンチ以上の長い、えー、物差しとか定規を用意してください <music> それでは、ね、作っていきますまずは段ボール箱を用意してください段ボール箱を用意したらまず下の部分ですね閉じちゃいますでえー、っと今回は縦長にして使いますので向きはこういう感じになりますでこの向きにしましたらだいたい真ん中ですね定規で、まあ、ざっくり測ってですね、えー、っとこう閉じた状態で真ん中よりちょっと上えー、っと左右はど真ん中で えーと上下方向については真ん中より2 3センチぐらい上の位置にですね、穴を開けていきますはい、ということでね、ちょっと印刷の都合上見えにくくなってますけどもここに、えー、十字の点が持ってきてありますここがねだいたい真ん中だと判断しましたでここにですね、画鋲を刺しますまず画鋲をガビョーンと刺しましてはい、そしてねこの穴を大きくしていくんですけどもどれぐらい大きくするかっていうと えー、用意したです、ね、ストローの太い方が入るぐらいの大きさにしていきます、えー、ということで毎度、えー、正しいかどうかは分かりませんけども、えー、鉛筆でですねグリグリとちょっと穴を大きくしていきますで時々こうストローを差し込んでですねあの入る大きさを調整していってください、まあ、奥まで差しても大丈夫かなロボニャングリグリとはい通る大きさになったら OK です 穴を開けましたら今度はストローをですね大体 6cm ぐらい5 6センチぐらいの長さで適当に切りますちょっと長いかなまあいっかでそうしたら2センチぐらいのところにですねから1回ちょっとキュッとこう潰してですねこういう感じにしますでここをハサミで切り開いていきます1234と。 で,、えーとですね、タコさんウインナーのようにこう開いちゃってくださいこういう感じですねこういうあのシャボン玉を作る時のストローみたいなね感じになったら OK ですそうしましたらですねここにこういう感じで差し込んで真ん中のね穴を塞がないようにガムテープとかですね、まあ、接着剤あれば接着剤でもいいんですけども、まあ、ガムテープがおすすめですねガムテープでこの穴を塞がないように気をつけながらしっかりと しっかりとですね貼り付けちゃってくださいガムテープでねしっかり留めるとこういう感じになりますでね細いストローがしっかりとね奥まで入るようであれば OK ですここでねストローがあまり使えるようであるとここちょっとはみ出てますのでもう一回鉛筆でですねこうグリグリグリっとやって無理やりですね穴をちょっと広げるような感じでストローがね通るようにちゃんと調整してください続いてですね ダンボールの板を切っていくわけなんですけども、まず高さはここの高さに大体合わせてもらって OK です。で、幅なんですけども、ぴったりすぎると、えー、っとですね、操作できなくなっちゃうので、こちらのダンボールより、左右それぞれですね、2センチ、3センチぐらい、大きいものを用意してください。というのもですね、えー、っと取っ手をつけてこう、こう動かすための取っ手が欲しいので、ぴったりすぎると、ちょっとね、手が入らなくなってしまいますので、えー、っとですね、 幅を持たせ、えー、余裕を持たせてやります。ということで、えっ、ー、と、高さは、えっ、ー、と、段ボールと同じぐらい。段ボール箱と同じぐらい。で、幅は、えー、ここのね、幅より、えー、左右それぞれ2センチずつぐらい。まあ、ということで、まあ、5、6センチぐらいかな。大きいサイズに切ってください。段ボールを切ったらですね、今度は、 えと左右ですね左右の真ん中のところに線を引いてさらに、ね、上下も真ん中つまりですね段ボールの板のちょうどど真ん中を探しますするとちょうどここの位置になりましたのでここにね先ほどと同じようにで画、ねえー、と画鋲を刺していきます画鋲を刺してですね、まあ、裏にあの手で刺された時にですねあの自分の手刺さないように気をつけてもらいたいんですけどもはい今度はですねまた鉛筆で穴を えー、鉛筆で,です、ね、穴を大きくしていくんですけども今度はです、ね、またあの細い方のですの、ね、ストローが入るような大きさで,です、ね、開けていきますはいストローが通ったら、えー、とまだ、ね、くっつけないでくださいこの状態で1回です、ね、先ほど作った穴にこうシュッと入れて合体させてみてください先ほどです、ね、後ろの穴を開けた段階でちょっと2 3センチぐらい上にしてたのでこれが2 3センチ浮くはずなんですね でそうするとこういうふうにカタカタ動かして遊べますでもしここでここがぴったりすぎたりとか段ボールの方が大きすぎて浮いてしまうっていう場合はちょっともったいない気もするんですけども、えー、ここの穴開け直すよりはここをですねカッターとかでちょっと削ってですね2 3センチ浮いた状態にしてくださいでねこういう状態にします